はい、こんばんは、山女です。ということでね、今日も始めてきますよ。解決山ペリアね、順調に撮れておりますね。これ、いいわ、編集楽だし。そんなことは置いといて、お任せ表示で今日も新しい、情報を見ていきましょう。なんかいい加減一般名詞的なやつが出てきてもいいんですけどね。さあ、固有名詞が多いんだよな。お？本当は何？あ、これでも固有名詞だ。ネオンボールルーム。ネオンボールルームはオーストラリアのロックバンドシルバーチェアのアルバムなんだ。シルバーチェアというバンドのアルバムなんだね。なるほど。リリースは、1999年3月19日で、日本は3月10日なの。日本の方が先なんだ、本気より。面白いな。さあ、チャートの最高で、あれでもすごい、オーストラリアで1位取ってるわ。アメリカの US チャートでもランクインしてますもんね、ご注意に。どんな曲が入ってるのかね。エモーションシックネス。おぉ、ロックな感じですね。アンセム・フォー・ザ・イヤー。2000。お、これ、アンセム・フォー・ザ・イヤー。2000年、シドニーオリンピックあった兼ね合いの？やる兼ね合いの？かな？はあ、なるほどね。で、アンセムっていうと、ナショナルアンセムって言ったらね、国家のことを指しますよね。国の、まあ、象徴するとか、そういうようなね、感じの使われ方で、まあ、テーマソングとか、そんな感じのね、あれですね、フォーザイヤー2000、まあ、ですから2000年の多分、シドニーオリンピックに向けての、こう、あれとかってことかな、それからミレニミアムに向けてってことなのかな、ちょっと、そういう感じの、いろいろ合わせた曲です、知らないわけないんだと、俺、そうだったはずに書いてあった。で、あとは、アナズソング、オープンファイア、アナさんの曲ってことですね、アナズソング。で、Spawn Again, Spawn Again ね。で、With You Love, これはちょっとしっとりとした、ラブソングですよね。ミシッいいですね。で、Dearest Helpless、で、Do You Feel the Same、だよねみたいな感じだよね。Do You Feel the Same だよねって感じだよね、多分。英語詳しい人がめちゃ使う。うち普通にね、英語詳しい人周りに多いからな。それはそれでね、叩かれそうで怖いんですけど、まあいいや。そんなの言ったら出てる。ブラック、タングルドハート。タングル知らない単語はないはずですけど、タングル、タンっていうと、下のことですね、タンですけど、タン、ブラックタングルハート。黒い下の心。タングルと、何でしょうね、ポイントオブビュー。お、これよく POV ってのはね、使いますね。危ないね、しれっと危ない単語言いそうになりましたけど、大人のサイトのね、そう、 YouTube の大人版ってあるじゃないですか、 PH のところね、 PH のところ、あそこのところでこの、ポイントオブビュー、これの頭文字取って、大文字の P に小文字の O に大文字の V って打つと、いわゆる主観目線の嫌な画像が、いっぱい出てきます。POV。これはね、覚えとくといいですよ。まあ、いろんなね、動画、まあ、そういうの、主観視点だけが好きなわけでね、方もいますから、そういう人はもう当然覚えとかないと、もうマストワードでございますけど、ポイントオブビューね。ね、どうしてもね、日本人だとフィールドオブビューの方のがね、パッと出てきますけどね。俺の世代だけかな。若い子はあれかな。で、サテンシーツ。これサテンシーツ。ね、何かというと、あれ、サテンですよ。ね、サテンさんですよ。ね。レールガンの、シーツですよ。サテンさんがシーツにくるまって、いいな。違うか。違う。サテンってあれ、サテン字とかって使いますよね。あれ、朝か。朝のことサテンって言うんでしたっけね、確か。のシーツでっていう感じですね。そんな感じのシーツな感じなんでしょうね。で、ペイントパステルプリンセスなら、ペイントパステルな感じの、プリンセスの曲なんでしょうね。お姫様な曲なんでしょうね。はい。
で、steam will rise、蒸気は昇るだろう。まあきっとね、あれですよね、プシューって書いて曲なんでしょうね。大丈夫かなこれね、オーストラリアの有名ピアニストデイビッド・ヘルフゴと1曲目にフィーチャーしてる、すごいな、あすごいな、その他にもオーストラリアの、起用ポップなメロディが、目立つようになっていると、まあっていう感じの、曲らしいですよ。いや1999年ね、いやいろんなことからしていますね。プロデュースニック・ローネイってなってますね。ニックってね、なんかこっちの方に多いイメージな名前だな。さんにあれか、ニック・キャシディが今出てきたか。あ、でもニック・キャシディは違う。ニック・キャシディはニュージーランドだ。オーストラリアじゃないな。レーシングね、レーサーの、ね、方ですよ。今年はあれ、フォームラインに参戦するね。あと DTM にも参戦が決まってね、レッドブルのサポートを受けて、こう、いろいろと、活動するみたい。日本でもね、スーパー GT でチャンピオンを取ってね、そう。ね、とか、ありましたよね。スーパーフォームラも取ってるか。フォームラも取ったよな。激戦だったけど、取ってる。うん。バンテルティームトムスでね、取ってね、そう、トムスに、で、チャンピオン。あっちもトムスでしたね。37でキーパートムスでチャンピオンでね、平川と、取りましたよね。いや、あの時は、今もそうか、最年少チャンピオンコンビね、若手ドライバーの台頭っていうのでね、ちょっと時代の、変換をね、予測させる。そっから結構、500も若いドライバーが一気に増えてきましたもんね。うん、っていう流れになってきたところの、ことなんかを思い出しながら、プロデューサーから広げてどうすんねんってね、話したんですけどさ。ということで、まあ今日もね、新しい知識ね、身につきましたね。ネオンボールルームということでね。はい、ということでね、またね、新しい知識どんどんね、増やしてね、行きたいところでございますのでね、ぜひね、よろしければチャンネル登録とかね、いただく。で、ぜひね、気になる方はね、ここから他にもいろんなアルバムとかここら辺にも出てますからね、気になる方はね、ぜひね、見ていただいて、知識をね、増やしていただくので、ウィキペディアぜひ活用いただければと思います。ということでね、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。